教養としての数学の歴史本紹介します。数学は苦手だったけれど、数学を少しは知りたい。そこでおすすめするのが数学の世界史。この動画を見れば数学を歴史から学ぶ方法がわかります。数学で雑談したいならぜひ見てください。数学の世界史、一言で言えば数学が一つに統一されるまでの物語。数学はどの時代やどの国でもそれほど変わらない。歴史を知るとそれが正しくないことに気づけます。過去の文明では個別に数学は生まれていました。それがなぜどのようにまとまっていったのか、それを解き明かしていきます。著者は数学者。数学の歴史の本は歴史が専門で、数学の専門でない人が書いていることもあります。この本は現代の数学者による歴史の本です。それでありながら視点が数学に偏りすぎていません。文明や人間、歴史的文献に注目しています。数学がわからないと読めない文章になっていません。著者は他にも数学を扱った一般向けの本を書いています。著者はこの本に近い内容をベースに大学で数学史の講義を行ってきました。2025年4月に開学する全大学のテキストとして使われる予定です。文系理系問わず大学生が読める文章、つまり一般向けで大人でも読めます。そして教科書ほどには文が固くありません。教養として数学を学ぶのにちょうど良いです。数学史は理学部数学科では実は学ばれていない科目です。僕が大学生の頃、一般教養として科学史はあっても数学史の講義はありませんでした。興味があってもどうやって学べばよいのか。こういう入門のテキストや講義があると嬉しいですね。数学の世界史は長いスケールの歴史を扱います。著者による概観図はこれ。西洋ヨーロッパ、アラビア、インド、中国、ざっくりこれらの関係性をつかむのは大事です。歴史の話はどうしても固有名や登場する勢力が多くなりがち。この本は全体像をつかめるように話をまとめています。数学の歴史を知る上で世界史のすべてを完璧に知る必要はありません。年表や人物にとらわれすぎず大きな視点が得られます。また構成も読みやすいです。例えば各章ごとに短いまとめがあります。読書が苦手な人はまずはここだけ読むのもて。単に歴史的事実だけでなく、そこから著者が何が言いたいかが書かれている。これは普通の歴史の教科書にはない挑戦的なポイントです。単なる憶測ではなく、ちゃんと歴史的証拠を使って論じています。例えば中国の数学における非原力観の図、現在ではパスカルの三角形とも呼ばれる内容が13世紀の時点で知られていたことがわかります。歴史的資料は図や数式で説明、正確な意味はわからなくとも見ているだけで楽しめます。数式がわからなければ絵だと思いましょう。縦書きの本ですが、数式部分は横書きで書かれています。縦書きの数式の本は本当に読みにくい。数式はそれなりに優しいものを説明していて気遣いを感じます。また全体の構成も読みやすいです。第1章では全体像を短く見せる、最終章では全体像をまとめる、その間は時代や地域ごとの各論です。高度な数学を学ぶのは大変、でも数学の話を知りたい、そんな人におすすめの本です。中身の話をしていきましょう。理学部数学科、現代の数学は証明を重視しています。論理や厳密さこそが特徴と言ってよいもの。しかしそれは歴史的に見れば例外的な数学でした。エジプト、メソポタミア、インド、中国、それぞれに数学はあった。実用だけではないピタゴラス数の探求もあったけれども、論証は重視されていませんでした。著者は古代ギリシャが論証数学の起源だと言います。現在の中学校で学ぶような図形の分野、その始まりは古代ギリシャ、ユークリッドの言論です。その数学はギリシャからアラビア、近代西洋と伝わり世界中へと広まりました。ちなみに日本語で言う幾何、ラテン語版の言論を17世紀の中国で幾何原本と翻訳した、それが幾何という言葉の始まりのようです。日本の江戸時代の和算では計算はありましたが、論証は盛んではありませんでした。円周率はおよそこうだ
その計算術は高度なもの。しかし、それはこれ以上あれ以下と証明する形式ではなかった。論証外科に当たり前ではなかったか。むしろ例外だったことがわかります。著者は証明するという方法を、現代の我々にとって自然なものだと捉えています。これは数学者の感覚らしく、興味深いですね。数学が今の数学になるまでという本では、証明はむしろ不自然なものとして扱われています。証明の方法、思想は一般的なのか、特殊なのか。これは数学観や数学教育を左右する重要な問いです。こちらの動画もぜひチェックしてください。数学の世界史の帯は、現代数学は同化と制服で作られた。キャッチーで間違ってないのですが、それと異なる視点も提供してくれています。西洋近代数学は、ブレンド数学であるということ。12世紀のルネサンスでは、アラビアを通してヨーロッパに学問が輸入されます。言論などが翻訳される、大翻訳運動と呼ばれるもの。もともとそれ以前に、古代ギリシャの数学はまずアラビア世界に翻訳されていた。現在僕たちが使っている数字は、アラビア数字。ここからヨーロッパへと伝わり、やがて日本にも伝わってきたわけです。インドで発見されたゼロも、アラビアを通して広がりました。つまり、ヨーロッパの数学、学問は、古代ギリシャやアラビアの知恵をベースに発展してきた。数学や科学の有名人だと、ヨーロッパの人は多いです。だからといって、同じ地域の人が全ての数学を作ったわけではない。貿易や争いを通して、異なる地域や時代の知恵が交わった結果が、今の数学になっているわけですね。現在数学の三大分野と言われるのは、大数学、幾何学、解析学、それぞれアラビア、ギリシャ、ヨーロッパで生まれたと言えます。しかしそれは完全に独立ではなく、引き継がれる流れがあるんですね。近代以降の数学の話はありますが少なめです。そこまでに比べて駆け足なので、読んでわからなくても気にしなくてよいです。各文明で数学が分かれていた頃から、近代西洋数学に集約されるまで、ここがメインテーマ。他の話をすると尺が足りず、かつテーマが分散してしまうのでしょう。他の本で読めるのを期待します。個人的には、近代以降で書かれてない話として、大航海時代や産業革命の影響が知りたいですね。なぜ近代西洋数学は、それぞれの地域で学ばれるようになったか。西洋での科学や工業の発展は、その数学を広げる力になった。特にそのベースは、ヨーロッパで生まれた微積分です。その有用性がセットで、単に侵略や戦争だけでなく、経済的にも広まったのではないか。実際、明治維新で洋学が学ばれる理由の一つは、グローバル化の圧力でしょう。黒船に対抗し、富国強兵するには、ヨーロッパの数学が必要だったのではないか。そんな仮説を考えられる、楽しい本です。数学を教養として学びたい。数学と世界の歴史のつながりを感じたい。そんな人は、ぜひ数学の歴史本を読んでください。動画下の概要欄に、Amazon へのリンクがあります。